アービン・ジョエル・ B ・ゴクスマンは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。ワシントン・ラショナルズ参加時代2001年に契約金225万ドルで、ロサンゼルス・ドジャースと契約。2004年から、ジャクソン・ビル・サンズに昇格し、オールスター・フューチャーズ・ゲームに選出される。2005年は、サザン・リーグのオールスターに選出され、2006年6月1日に、メジャーデビューを果たした。 オールスターフューチャーズゲームに2度目の選出を果たし、上位ボットカルロス・ゴンザレスと共にクリーンアップを組んだ。メジャーでは8試合に出場した。7月31日にフリオルーことのトレードでタンパベイデビルレイズへ移籍。しかし、デビルレイズでは試合出場の機会がなかった。2007年はメジャーで16試合に出場したが、2008年は主にダーラムブルーズでプレーした。 2009年は、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2010年は、ボルティモア・オリオールズとマイナー契約を結ぶ。参家のボーイベイソックスへ所属し、打率279.33本塁打、オプス839の成績を残した。シーズン終了後の同年12月22日、中日ドラゴンズと契約し、フェリックス・カラスコと共に入団。 2011年4月12日の対横浜ベイスターズ1回戦に5番右翼手で先発出場し山本翔吾から来日初本塁打を放つもその後は極度の打撃不振に陥り6月に2軍に降格夏場にトニブランコが怪我で離脱したため1軍に再昇格するが守備面の不安から外野手としてではなく一塁手としての出場が多くなった ブランコの復帰に伴い2軍に降格したが、エンジェルベルト外が離脱したため再々昇格。しかし、残り試合でも結果が出ず、11月1日に、球団から戦力外通告を受け、ウェーバー工事となる。2012年1月18日にシンシナティレッツとマイナー契約を結ぶが、6月27日に解雇。その後、メキシカンリーグのラグナカウボーイズと契約した。 2013年は、メキシカンリーグのタバスコキャトルメント、サルティオサラペメーカーズでプレー2014年は、所属球団なく、2015年は、独立リーグアトランティックリーグのカムデン・リバー・シャークスと契約。2016年3月25日に、アトランティックリーグのヨーク・レボリューションと契約。2017年6月11日に解雇となり、17日に、 シュガーランドスキーターズと契約。右方向にも長打を放てるパワーが特徴で、ミゲルカブレラと比較されるほどの有望株だったが、選球眼の悪さと内閣の速球への弱さを克服できず、メジャーでは通算24試合の出場に止まった。中日移籍後も弱点の内閣を攻められ、三振を起死することが多かった。前述のように、中日では、 持ち前のパワーを生かすことができず、長打率は3割を切るまでに落ち込んだ。得点圏打率は、115と低く、通算251打席で、勝利打点はつかなかった。選球眼も悪く、251打席で、死球は9個、出塁率は、219だった。ただし縦山翔平には相性が良く、縦山との対戦打率は、727を記録した。 プロ3年間は遊撃手としての出場が中心だったが、以降は主に三類種、一類種として出場が多くなり、外野守備も経験していることから、中日では外野種登録となった。来日当初、菱形にカットされた髪がスキンヘッドの後頭部に残る髪型をしていたが、これはいつまでも輝いていられるようにという意味を込めたダイヤモンドを表していたという。来日後は、 トニブランコが考案した髪型にカットしてもらっていた。ありがとうございます。